どうもゴヤです。今回なんですけども、リアル軌道打つのが苦手な方いると思います。で、今ちょっと対決カーニバルっていうイベントでリアル軌道どうしても打たないといけない場面があると思うんですけど、どうしても無理っていう人がいると思うんで、簡単に打てる方法があるので、それをちょっと今日教えておこうかなと思います。はい。で、試合設定から打撃モードをゾーン打ちにができるように設定を変えます。で、ゾーン打ちにしてもらって、これはもう後で、あとはもうタイミング合わせるだけなんで。はい、めっちゃ簡単でしょ。これみんな知ってるかもしれないけどね、一応教えておきました。